ブルーフィンロボティクス社の自立型無人潜水機外部からの制御を伴わず自立広報するように設計されたブラックゴスト AUV 自立型無人潜水機は水中で活動するロボットである。U v とも呼ばれる。これは蓄電池や燃料電池や閉鎖型内燃機関を動力として震度6000メートルで活動するものもある。推進装置と動力源の発達により 活動距離と時間が伸びた。初期の AUV がマサチューセッツ工科大学で1970年代に開発された。それらの一つが MIT のハートノーチカルギャラリーに展示されている。同時期に AUV はソビエト連邦でも開発された。軍用の AUV はアンマンドアンダーシービークルズとして知られる。それらは 水上からオペレーターもしくはパイロットが制御する遠隔操作無人探査機とは異なる。石油とガス産業は海洋掘削施設を建造する前に AUV を海底地図の作成に利用するために利用する。AUV によってもたらされる詳細な地図は石油会社にパイプラインや海洋施設の建設において 最小の経費と環境への影響を減らす資料を与える。従来の軍用の AUV は、機雷のありかを認識するために地図を作成する。科学者たちは AUV を海洋と大陸方の調査に使用する。他に、漁業の主原料把握や海流の調査にも使用される。随時オペレーションが必要ないことにより、自動的に海中でのデータを収集できる。 海中の開発において、深海での油田開発や、修繕経費をこれらの機材で削減可能である。100種類に及ぶ異なる AUV が20年から30年間に、設計されたがいくつかの少数の企業から、販売されているに過ぎない。ウッズホール海洋研究所が開発して、現在は、ハイドロイド社が販売している小型のリマス100、AUV は、軍用、化学用に、 現在最も普及している AUV である。コングスベルグマリタイムとノルウェージャンディフェンスリサーチ、エスタブリッシュメントが開発した大型の付銀3000、AUV は、石油、ガス産業において、後半に使用されている。他に特筆すべき AUV 製造会社として、アメリカのブルーフィンロボティクスとカナダの、インターナショナルサブマリンエンジニアリングリミテッド、がある。現在では、 海洋研究開発機構が自立型無人潜水機である浦島、夢いるか、人米、音姫を海底調査に使用している。近年に至るまで技術的な要因により AUV は複数の限られた用途でしか使用できなかった。より先進的な計算能力と大電力の供給により AUV は徐々に活躍の場を広げつつある。 石油とガス産業は AUV を掘削施設やパイプライン等の建設前に海洋艇の詳細な地図の作成に用いることで環境に与える影響を最小化し費用対効果を高めることができる。AUV は従来の潜水艇を使用した精密な海底測量や海底の地形調査と比較して大幅に費用を低減することが可能である。 同様にすでに付設したパイプラインの点検も現在では可能である。他に通信用海底ケーブルの点検等にも使用される。典型的な軍用の AUV の用途は、機雷の付設状況や沿岸域の防衛領域での未確認物体の把握である。AUV は同様に対潜水艦船や有人潜水艦の紹介にも使用される。科学者たちは AUV を 故障や海洋や海底の調査に使用する。多種多様なセンサーを元素や化合物の濃度、光の減衰や反射や微生物の存在を測定するために AUV に搭載可能である。他にクジラや魚類の生態調査にも使用される。多くのロボット愛好家たちが AUV を趣味として制作する。複数の競技会が存在し、 これらの自家製の AUV が目標を達成するために互いに競う。市販されている同種の潜水機のようにこれらの AUV はカメラやセンサーを備える。限られた資源や経験不足の結果、趣味で作られた AUV の大半は運用深度耐久性において洗練された市販の機種に及ばない。最終的にこれらの AUV は通常は 海洋では運用されず大半は、プールや池で運用される。単純な AUV は、マイクロコントローラー、PVC 耐圧容器、自動ドアロックアクチュエーター、注射器、軽電器を使用して、製作可能である。100以上の異なる AUV が、過去50年余りの間に設計されたが、しかし、優位な数の販売の実績のあるのは、数社に限られる。 AUV を国際的な市場で販売する。これらの会社は、コングスベルグマリタイム、ハイドロイド、ブルーフィンロボティクス、インターナショナルサブマリンエンジニアリングリミテッドと、ホフミンドを含む約10社である。機体の大きさは、人が傾行できる軽量の AUV から全長10メートル以上の大型の機種まである。かつて軍用と商業用で一般的だった小型機は、 現在人気を失いつつある。これは AUV の運用効率を高めるためには、超航続距離と長期間の運行が必要で、そのためにはより大型の機体が必要であるとの認識が受け入れられてきたからである。しかし、小型軽量の AUV は廉価なので現在も予算の限られる大学等では一般的である。ブルーフィンやコングスベルグを含むいくつかの製造会社は、 政府の支援の恩恵を受ける。市場は3分野に分類される。科学分野、商業分野と、軍用分野である。これらの任務の大部分は類似の設計で、巡航モードで使用される。あらかじめ設定されたルートに沿って1から4ノットで、航行しながら、データを収集する。市販されている AUV は、ウッズホール研究所によって開発され現在は、ハイドロイド。 インクによって販売されるリマス 100AUV のような小型の設計から大型のコングスベルグマリタイムのフギ1000ンとン 3000AUV やノルウェー防衛研究所によって開発されたブルーフィンロボティクスの直径12と21インチの機体やインターナショナルサブマリンエンジニアリングリミテッドのエクスプローラーまである大半の AUV は 従来の魚雷のような外観でこれは最適の大きさで流体力学的効率と扱いやすさの最良の妥協点であるように見られる。これらのいくつかの機体ではモジュラー設計を採用することによって運用者によって手軽に構成を変更できる。市場は拡大しており、現在では純粋な開発よりも商業的な需要に応じた設計になりつつある。次の段階では ハイブリッド式 AUV ローフが調査や権利介入の用途に用いられると予想される。これはより多くの制御と水中停止能力が必要である。再び市場は金融的な需要と節約と高価な船の時間を節約する目的で動く。現在、大半の AUV は大半の運用者の投資を維持するために音響伝送システムの伝達範囲内で 非監視任務対応能力を備える。これは万能ではない。一例として、カナダは海洋法に関する国連条約の76条における、彼らの主張を裏付けるために、北極海の氷山の下の海底の測量のために2機の AUV を受領した。同様に、水中グライダーのような超低出力、超高速距離の機体は回収されるまでに、数週間から数ヶ月間、 先行してデータを収集して衛星中継でデータを伝送する能力を持つ。2008年の時点で自然界に見られるデザインを模倣した新型の AUV が開発中である。大半は現在実験段階であるがこれらの生態工学に基づく機体は自然界において成功したデザインを模倣することによってより高い推進効率や優れた機動性が得られる。 これらは、フェスト社のアクアジェリー社のバイオニックマンタである。主に海洋学の道具として AUV は、自動広報のためのセンサーと海洋の地図機能を持つ。一般的なセンサーには、方位磁石、推進系、サイド、スキャンソナー、や他のソナーや、磁力系、温度系、導電系がある。カリフォルニア州のモントレワンで2006年9月に、 直径21インチの AUV が全長300フィートのハイドロフォンアレイを巡航速度3ノットで栄光する実演が行われた。AUV は海底に設置された発信機からの信号を用いる水中音響測位システムで誘導される。これは長期線音響測位システム工法として知られる。水上の支援線から得られる長短期線または短期線測位は 海中の潜水機が水上の支援船の GPS による位置との相対的な位置を音の到達時間と方位で算出するものである。運用は完全に自動化されておいており、AUV は浮上時には備えられた GPS を使用する。GPS の電波を受信できない潜航時には搭載された完成後方装置で即位する。 圧力センサーで垂直方向の測位を行う。これらの観測データは、カルマンフィルターでふるいにかけてから最終的な後方に用いる。完成後方装置と GPS 受信機を組み合わせたり、GPS 信号の受信が途切れた場合には、方位磁石を併用する。AUV は、複数の推進技術に依存することができるが、プロペラを元にした、推進器や、 コートノズルが圧倒的に普及している。これらの推進機は通常電気モーターを動力としていて、モーター内部が錆びないように水密構造によって水の侵入を防ぐ構造になっていたり、モーター内に油を満たすことにより水の侵入を防ぐ構造になっている。現在の大部分の AUV はリチウムイオン、リチウムイオンポリマー、ニッケル、水素等の蓄電池を バッテリーマネジメントシステムを備えて使用している。いくつかの AUV は1回ごとのミッションにおいて余分な費用がかかるが、おそらく2倍の活動時間が得られる一次電池を動力源として使用する。いくつかの大型の AUV はアルミニウム系の純燃料電池を動力としているが、整備や高価な再充填が必要で安全に処理する、必要のある廃棄物を生成する。 新たな潮流は異なる、蓄電池と電気二重層コンデンサを備えた電力システムである。日本でも東京大学生産技術研究所の裏、肝研究室や大学の海洋関係の研究室や国際電信電話の研究所等で研究が行われてきた。1990年代以降には、ツインバーガーやテロアシリーズや R1 ロボットや KDD の アクアエクスプローラシリーズが開発された。そのため、この分野では、世界的に見ても高い水準にある。2016年には、東京大学生産技術研究所、海洋研究開発機構、九州工業大学、海上、港湾、航空技術研究所、三井造船、日本海洋事業、KDDI 総合研究所、ヤマハ発動機による、 超広域高速海底マッピングをミッションとする共同研究チームチームクロシオがシェルオーシャンディスカバリーエクスプライズに参加する。防衛省は情報収集用の無人潜水機を開発する予定。川崎重工業が十数年ぶりに開発したプロトタイプ AUV は世界で初めて水深2000メートルの環境下で AUV で土壌採取することを可能にした。 2020年には、水深3000メートルの水圧にこらえうる、産業化成功行政の全樹脂リチウムイオン電池の実証試験を開始、従来型のリチウムイオン電池に比べ、航行時間を約8時間から約16時間に倍増させた。2021年には、海底パイプライン検査用 AUV の商品化が見込まれている。 X プライズ財団が主催する自立型無人、潜水機による4000メートルまでの推進の海洋艇の高精度の3次元地図を作成する競技で、推進2000メートルまでをラウンド1、4000メートルまでをラウンド2として実施する。超高範囲の海底地図作成の実現精度と速度が要求され、最も高精度な地図の作成チームに400万ドルが授与され、 自転チームには100万ドル、上位10チームまでは、マイルストーン賞として100万ドルが分配され、さらに海洋大基調から、生物学的、科学的、地質学的な新発見をしたチームに対して100万ドルが、授与される。日本からは、東京大学生産技術研究所、海洋研究開発機構、九州工業大学、海上、港湾、航空技術研究所、 三井造船、日本海洋事業、KDDI 総合研究所、ヤマハ発動機による、共同研究チーム、チーム黒潮がラウンド1を通過し、ラウンド2へ、挑戦、時点となり100万ドルとマイルストーン賞を獲得した。ありがとうございます。